はい、どうも皆さん、こんにちは、ブルーガーズです。スペシャルレアキャラ、ガチャ、新キャラ出現率アップということで、オスロー&ホークが来てて、で、ガチャが全然回してなかったんですよ。なぜ回してなかったっていうと、チケットがもらえるので、しかも回す価値がないと。僕、忍タイパーは別に好きじゃないんで、だから回す価値がなかったんですけど、今回はね、まあ、フレンドがこう当てたということで、アルファっていう友達がいるんですけど、その方が当てたっていうんで、僕もね、当てなくちゃいけないと。ということで、チケットの方で回していきたいと思います。やっぱチケットガチャ回せたら結構ね、動画のネタできるから結構嬉しいんだけど、いやー、マジでエイペックスか楽しすぎる。マジであいつ神ゲーだろ、ほんと。さてさてさて。目光んない棒切り。これ無理だろ。おい、やめてくれよ。これ、爆死の予感するんだよな。ボコボコじゃん。そんな装備で大丈夫か？大丈夫だ。もう大丈夫。いけー！やめてくれよ。頼むよ。頼むぜ、ベイベー。初期なベイベー。エビバイカムサイ。これ蹴りつけられないじゃん。ボロボロじゃねえか、お前。あー、すごいすごいすごい。頼むよ。あー、死んじゃった。まあいいや。でももうこんな感じなんですけど、まあちょっと電子ケットの方をね、ちょくちょく回していきたいかなーって思ってます。なあ、自分のね、雑談的なところもね、結構挟んでいきながら、まあ話していこうかなーとか思ってるんですけど、いやー、ほんとね、最近バイトがもちゃくちゃ、なんかこう嫌になってきて、日曜日は僕、8時から入ってて、で、家に帰るのが、だいたい終わるのが1時間ですよね。だいたい6時間、みたいな、間違えて5時間か。5時間やって、で、まあ、週3なんで、それが1、まあ、週1の中に入ってて、で、まあね、火曜日、水曜日という連続でね、続くというね、夕勤が。それがね、何度もだるいというね。で、しかも火曜日の夕勤が、もうめちゃくちゃ嫌いで、自分のなんだろう、まあ、新人みたいな人たちと一緒にやってるんですけど、まあ、新人なんですけど、ほぼ。一人が使えない。で、もう一人は新しい新人みたいな感じで。もうね、一人はね、相性めちゃくちゃ悪いんだよね。そう、女で。俺ね、結構ね、異性嫌いなんだよね、マジで。何考えてんのか分かんないし、イラつくし、なんか死んじゃないと思ってるんですけど、なんか学校だと別にいいんじゃないですか。バイトだとね、結構しづらいっていうか、もう自分の陰気力が半端なく出ちゃって、もうチーギューもうカムスターみたいな感じなんですけど、それが出ちゃうんで、自分的にはめちゃくちゃもう女性嫌いっていうか、もうそういうバイトにいる女性はあんま好きじゃないんですけど、まあそういう感じが出ちゃってて、もう本当にね、嫌だと思ってて、もう会話本当に来たじゃないですよね。まあ水曜日は別にいいんですよ。全然こう仲良く接せられるもう先輩方がいるんで、本当に楽しいんですけど、水曜日は楽しいです、全然。火曜日に下がって、で、なんか水曜日にも株が上がるっていう、もう火曜日でいっぱい買っとけっていう、株をね。何言ってんだ俺。だから、マジで本当にもう行きたくないっていうか、もう行きたくなさすぎて、マジでもう鼻から血出そう、本当に。だから最近噛み締めっていうか、夜中にこう寝てる時って人間って、こう歯をこう食いしばっちゃうんですよね。だから俺マウスピース作ってもうストレスが我慢の限界来てるんですよね、最近は。だからもう乾水って続くのが本当に苦痛でしょうがない。だから僕はあと6時間かそこらするとバイトで行かなくちゃいけないんですけど、6時間なんてもうめちゃくちゃ長いじゃないですか、ないって言われるかもしれないけど、俺にとっては長くなくて、ゲーム、グラクロのゲームして大体1時間、エーペックスしても5時間だから、で編集で1時間ぐらい終わるでしょ。もうだからもうそれがね、苦痛でしょうがない。で、こんなこと話してると全然なんか、あれ？全部爆死？なんかチケットガチャっていうか、これただの爆死ガチャじゃね？あれ？やっぱこのアカウントもしかしたら間違ってるアカウントかもしれない。なんかあんまキャラ出ないような気がするんだけど、まあ僕のアカウントなぜか知らないけど、上限まで回さないとキャラクターが一匹も出ないっていう、よくわかんない変なアカウントなんで、このアカウントはもしかしたら間違ったアカウントなのかもしれないな。まあでも別に、なんだろ、コインもらえれば、その分だけコインで他のキャラクターに変える、他の、なんだろ、なんかアイテムとかに変えるんで、ゴールドダンジョンとかそういうのに変えてるんで、別にいいんですけど。これはあまりにもひどいね。全部爆死だったよ。SSR 一体も出なかったよ。何これ。まあ、ドッカンテーブルの予感がするんだけど、まあいいか。で、あとはちょっと SSR 確定の方の方をちょっと回していこうと思います。はい。一体も出なかったんだよ、こっちゃー。まあ、やますか。そうせ、SSR のそういう、なんだろう、メダルがちょっと欲しかったんで、あと必殺技でレベルもね、結構上げたいなと思ってるんですけど。いやー、マジ、聖騎士、エスカノールは全部、聖騎士だっけ聖剣だっけもうよくわかんねえけど。上がっちゃってるんで別にいいんですけど。あ、メダルが欲しいね、あとは。あと、最近だと、おー、ジェリコ、こいつあんまね、持ってなかったから、割かし嬉しいな。値段の方もね、ほぼ、なんか変えちゃって、まあ衣装の方買ったりとかしたんですけど、やっぱね衣装のね強さっていうか衣装の大事なところとかね結構気づけたんで、最近はすごい衣装のね、こういうところが大事なのかなとか、こういうところがまあいいのかなみたいな感じのことを模索してる状態なん で、それに加えてまあ必殺レベルもどんどんアップさせなくちゃいけないって、ほんとこのゲームは楽しいっすね。マイクラみたいにずっと終わりがない。なんか
終わりっていうかこう PVP っていうなんか対マンができるのがすごい楽しい。そう、あスレイダーのやつはもうコイン持ってるんでいらないんですけど、はい、ということでね、今回動画見てくれてありがとうございました。こんな感じで、ね、トークしながらどん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 ね、まあ、ガチャ回したりとか、まあ、そういうことどん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 していくので、皆さんもねぜひ僕の動画を見てください。僕の動画全部見てしまったよって方はツイッチの方で生放送してるので、そちらの方も回避お願いします。ということで今回で会いました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。じゃあバイバイ。